撮影に着いてたんですけど、浦さんの作品も内田さんの作品も言ったらまた違うテイストの凄みがあったんですけども、内田さんから見て浦さんとはどんな才能の、やっぱり唯一無二の、まあ、デザインというか、まあ、唯一無二の個性を本当に出した、まあ、デザイナーの一人だなって思いますね、なんかやっぱり自分印っていう言葉って、よくね言われますけど、まあ、やっぱどことなくそれってこう作るの難しかったりすると思うんですよね、やっぱ誰かしらにこう似通っちゃったりとか、ただ本当に彼女の場合はもう本当に誰が何と言ってもこう彼女らしいオンリーワンのデザインを作り続けてるなっていう感じで思いますね。誰かに受けようとか、そういうのを考えてやってないから、自分が一人のこうね、なんかこうデザイナーとして、すごいなんか楽しんでやってるっていうかね。そうですね、それがいいんだろうなと思いますね。これ欲しい。そう、プレボーズこれは2040年のアニソンですって。あ、いいっすね、2040年のアニソン。いい感じだ、かっけーかっけー、ナーイス。シェルトル、すごい、いいじゃん、これも確かに、ここね、テラノっぽいわ。あー、やばい。ちょっと服重いかな。あー、かわいい。この角度いい、この角度いい。かわいい。この流れ気も綺麗だしね。素晴らしい。サルちゃん気持ちいい。右。さあさあさあ。あ、それ。これはこれでなんか。あった方がいいね、これね、やっぱね、超大作でした、めちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。本当に今日は普段のクリエイティブの一部始終を撮っていただいてあります。クリエイティブの素晴らしさを改めて感謝します。ありがとうございます。
フットする場所そうですね、はい、でもその当時からやっぱりこうもともと自分がついてた先輩とか師匠が、まあ、やっぱりこう美術館に行くとか、まあ、そのもちろん音楽とか例えば洋書を読んでみようとか、まあ、そういうこうやっぱアンテナの感度を、まあ、多方面にこう貼っとくっていうのはすごいこう大事だぞっていう教育はされてたんで、まあ、まだまだやっぱり全然知らないこともいっぱいありますけど、まあ、やっぱり未だにこうどっか気になる古典とかあったら行くし、まあ、未だに音楽もやっぱりすごく来るし、なんか自分が好きなゾーンみたいなのはしっかりこうちゃんと持って、まあ、それをこう取り巻く、まあ、なんだろう背景、時代背景とか、まあ、その文化だったりとかっていうのはすごい考えて、まあ、そこからこう撮影とかも投影してる感覚ありますね。美術館とかはどこに？一番よく行くのが、まあ、国立新美術館か、現代美術館、はい、その2つはまあ行くし、あとはまあちっちゃい個展みたいなところも原宿にいっぱいギャラリーあったりするんで、まあ、行ったりとかするし、あとは最近だとやっぱり友達とかも、まあ、ちっちゃくこうアーティストやってグループ展やったりとかしたりするんで、まあ、そういうのでもこうちょっと、まあ、覗いたりとか、してますね。どういう系のものを見るのが好きなんですか、美術館？やっぱ現代アートが好きなのと、あとはやっぱりこう造形みたいな、まあ、現代アートでも何かこうなんて言うんだろうな、まあ、僕が好きなのって結構プロダクトデザインみたいなのがやっぱ結構好きなんで、はい、まあ、なんかちょっとこう先鋭的なこう形の、まあ、陶器だったりとか、まあ、何かその身につけるこう衣装でもコスチュームデザインとか、そういうものはすごく見たりしてましたね。美術DJってどうリンクしてくるのかっていう話、はい、聞かれたりするんですけど、はい、やっぱりなんか DJ って結局そのノンストップで、はい、自分がいい、まあ、お客さんがいいと思ってくれるような、はい、曲をこうセレクトして、はい、ノンストップでつないでいくっていう作業なんですけど、はい、そこにやっぱこうグルーヴ感っていうのが存在して、はい、なんか例えば A 曲と B 曲を別々でこう聴いた時よりも、はい、ミックスした時の方がよりよく聞こえるってあるんですよ、はい、そうそう、はい、それってつまりこうその2つが重なった時に起こるこうグルーヴ感っていうことなんですけど、はい、それってやっぱりこう今ってまあヘアスタイルとかも、はい、やっぱり一つの要素でその良さって決まらないじゃないですか。そうですね。だからやっぱりカットでありカラーでありスタイリングであり、はい、パーマでありっていう、まあ、いろんなことをなんかうまく絶妙にこう混ぜ合わせて、はい、そのモデルさんにこう似合わせていく作業だと思うんですけど、はい、それってやっぱこうトータルのディレクション、はい、トータルの自分のこう気持ちいいなって思う、はい、そういう感覚をこう養うのがめちゃくちゃ大事だと思ってて。なるほど、はい、それは結構こう美容師と、はい、まあ、DJ って通ずる部分あって、はい、で僕はそれがこう DJ というか音楽をなんかやっている時にすごくそういうことをこうリンクできて感じれたのが結構あったかなと思いますね、はい、すごいですね、うん、でも最初はなんかこううまくできなくて焦ったりとかもありましたか？あ、でもありますね。やっぱりこうなんだろう、それも結構、はい、お客さんがどれだけこう自分になんか自分がかけた曲で上がってくれるかみたいな、はい、すごく盛り上がってくれるかっていうのはすごく勝負で、はい、なんか自分があこの曲めっちゃいいなと思ってても、はい、パッとこうフロア見たら、はい、意外とあんまりこう冷めてたりとかそうそうそう、はい、それってなんかこう例えばインスタとかで自分が、ね、はい、可愛いなと思うヘアスタイルが意外といいね伸びなかったみたいな、あ、そういうこと結構近いと思ってて、はい、そうそう、だからこう客観的にこう自分が好きなものと、はい、お客さんが今待ってるもの、はい、こういうものを望んでるものっていうのを、まあ、うまくこうすり合わせていく作業なんで、美容師って。そうですね、うん、DJ とかもね、はい、だからそういうのが結構すごい養われたのかなっていう気がしますね。めっちゃでかいですねそれは、うん、その瞬発力がね、はい、
すごい大事なんですよ、美容師って。あ、DJ って。あ、DJ。そう。やっぱり次の曲をこう選ぶときに、はい、あ、今こういう曲かけてて、はい、あ、意外と盛り下がったら、はい、じゃあ違う方向でこういう曲に、でも自然に、はい、つなげようとか、あ、そう、わざとちょっとジャンル変えて、はい、違う曲をこうパンって入れてみようとか。なるほど。そう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 。あとは自分がこうちょっと手を挙げて煽ってみようとか、はい、そうそうそう、そういうこうなんかいろんなこう駆け引きがあって、心理戦、そうそうそう、はい、それをこうなんか瞬時に判断できる人とか、はい、あとはそのちゃんとこう自分の引き出しがすごく広い人がやっぱり DJ 上手だなっていう評価がつくんで。なるほど。それって結構美容師に近いのかなっていう気がしますね。神奈川県横浜市。どんな幼少期を過ごされていましたか？幼少期に関しては、まあ、僕一人っ子なんですけど、まあ、本当にいわゆる鍵っ子ってやつで、共働きで家庭で育ったんで、そしたら結構こう家族のこうなんていうの、まあ、割と団らん、一家団らんみたいなものよりは、割とこう一人遊びが好きな子供でしたね。こう小学生ぐらいの時からはもう本当野球一筋で、中学校時代もずっと坊主だったし、で高校行ってからまあそのなんか坊主なのがすごいちょっと嫌だったりとか、まあ、アルバイトしてみたいとか、まあ、いろいろあって、まあ、やめちゃいましたね。結構強かったんですか、野球一筋で？そうですね、結構その中学校とか高校も割と強い高校だったんで、まあ、結果そんなにこう振るわず、あのレギュラーとかでもなく結構ベンチみたいな感じだったんで、あんまりこう野球で何者かになれた思い出はないですね。そこから帰宅部になったじゃないですか。うん、そうですね、うん、何のバイトしてたんですか？もう最初コンビニからスタートして、うん、あのピザ屋の配達とか、テレフォンアポインターとか、ガソリンスタンドとか、まあ、結構メジャーなやつは大体ありましたね。美容師を目指したきっかけって何ですか？まあ、バイトの話につながってくるんですけど、僕はあのピザ屋の配達のバイトをしてたんですけど、そのピザ屋のバイトでよく届けに行く美容室があったんです。美容室でピザの出前する人がいた。そうです。それであのそこに届けに何回か行った時に、まあ、そのエリアでは結構割とこうこじゃれたいい感じの雰囲気だったんで、それきっかけにしてそこにこう通うようになって、へえ。そしたらそれ担当してくれてたお兄さんと結構仲良くなって、でその当時あの野球部辞めて結構割と経ってたんですけど、髪の毛も結構いい感じ伸びて、まあ、中学校時代こう坊主しかやってなかったんで、そろそろなんかこう髪型いい感じのにしたいなっていう気持ちで、まあだんだんいろんな髪型するようになって、そこからやっぱり髪の毛楽しいなってなって、で高2の夏ぐらいですかね、まあそろそろ自分の進路考えようみたいな時になった時に、まあそこのお兄さんになんか美容師とかいいんだみたいなってなって、でそのまま僕高3ぐらいからその美容室でバイトし始めたんですよ。でバイトして、でそしたらそのままそこにこう入社することになって、そこが一緒になったんですか？そうです、そうです、ね。まあ、その当時は通信制の学校に行って3年で免許取るっていうスタイルだったん で、そこからあの普通に3年そこでガチの美容師やってるって感じでしたね。だから割とこうよしやるぞっていう志高く始めたというよりかは、まあ割と成り行きで始めたみたいなところは正直あります。いろんな思い出がありますか、この辺は。いやこの坂道は
何回登ったかって感じですね。もう本当に毎週のようにこの道通ってクラブ通ってたんで。嫌になった時期はないですか？嫌になった時期はないですね。やっぱりこうどっちかって言ったら仕事でなんかちょっと現実逃避したかったりとか、まあ、とにかくなんか音楽と酒と仲間とでこうなんかわちゃわちゃしてることで、あ、なんか頑張ろうみたいな気持ちにもすごい慣れたんで。なるほど、やっぱ第三の場所っていうかね、家でも職場でもない、そうですね、新しいこうね、はい、自分を作ってくれてる場所ってのはめちゃくちゃありましたね。主にはどういうところが一番お世話になった箱だってなりますか？もうやっぱり渋谷のこのクラブエイジアと、はい、あと今ちょっとなくなっちゃいましたけど、はい、クラブネオっていう、はい、まあ系列店なんですけど、向かい側にあったんですか？はい、ここにですね、はい、あって、ここに結構ブエノスっていうクラブとか、はい、まあ、いろんなクラブがこうあるビルなんですけど、まあちょっとコロナで、はい、閉店しちゃったんですけど、まあ、あとはその奥にある、はい、ウームとか、うん、まあ、あとはちょっと少し離れてるところだとビジョンとか、はい、ビジョンですね、うん、コンタクトとか、はい、まあ、あの辺はやっぱりもうこの辺界隈はしょっちゅう遊びてましたね。美容師×DJ で、その内田さんより先にやってた人はいますか？まあいたのは全然いたと思った、けどなんか僕みたいなこう立ち位置っていうか、はい、割とそういうこうちょっとメディアに露出するような、はい、立ち位置の美容師では結構まあ、そんなになかったのかな。お家にもそのあれですか、ご自宅にも DJ の機材があったりして、ありますね。未だにやっぱご自宅でもやってるんですか？そうですね、たまにやっぱりミックス年に1回ぐらい自分で DJ ミックス作るんで、そのなんか夏の終わりぐらいに作るんですけど、ちょっとチルい夏の終わりをテーマにしたミックス作るんで、それはお店の BGM になってる、BGM にもなるし、あとは単純にこう今クラウド上に上げて、はい、みんなに聞いてもらったりとか。あ、なるほど、そうそうしてますね。内田さんはこれからどんな未来を想像しますか？そうですね、まあ今ちょうどうちの店が3年目になって、で3店舗目が今度できるんですけど、まあ今スタッフもまあちょこちょこ増えてきて、まあなんかこう今自分がこうやってきた道とかすごく美容師として大事だなって思うことを、まあ、やっぱり下の子たちにいかにこう伝えていくかみたいな、それでまあゆくゆくそういうことをこう軸に、まあ今度僕みたいな美容師さんが出てきて、でそれがまたさらに伝染していってっていう感じで、まあなんか内田イズムをこう持った美容師さんみたいなことが増えていったらすごくいいことだなって思ってます。で僕自身まだまだプレイヤーでやりたいこともいっぱいあるので、プレイヤーとしてもまだまだ輝き続けつつ、まあ、経営者とか教育者としてもどんどん伸びしろを持ってやっていきたいなっていう感じですね。久々に原宿渋谷を練り歩いたな。練り歩いたっていう表現が正しいですね。そうだよね。ありがとうございます。めっちゃいい感じです。すごい。
しいですよ。半端じゃないの。 OK! まっちゃん、お疲れです。すごい、やっぱもう、いやでもなんかね、あんまりしてきてない、力がすごい。なんかやっぱさ、全員さ、ククの顔になるよね、女の子が。ククのスタッフになるよね、顔がね。これ系だよね。これ。そうだよね。もうシンクロしてるもん、ね。終わった後必ず狩るスタイルなんだもん。終わった後必ず狩るスタイル。ヘアキャンプ見た人だったら、うちは大体買ってるやんってなるもん。ちょっと一回あれだな。何もつけない一回見よう。これもかっこいい。これもかっこいい。ニューブラ。わあ、すごい。トレードされてません？すごいね。コンセプチュアル。ああ、もうすごい。無料。